こんにちは、道化タロット占い師のめくり太郎です。この動画ではタロットカードの絵柄から簡単に意味を読み解き、自分で占ってみようということをお伝えしています。大道芸人歴20年で培ったコミュニケーション能力をフルに活かし、皆さんが楽しく生きていくための占いを心がけています。最近メール鑑定を始めましたよ。概要欄に詳細が載っていますので、メール鑑定ご希望の方はぜひご依頼ください。今日のカードは死神デスのカード。タロットカード78枚の実はなかなか頭に入ってきませんよね。覚えてもすぐに忘れてしまう。そして途中で挫折しまーす。ですので、今日は最低限占いに使えるポイントを絵柄からお伝えするので、わざわざ覚えなくてもカードの絵柄を見るたびに意味が自然と思い出せるようになります。少しでも皆さんの死神のカードの意味を覚える役に立ったら嬉しいです。他の動画でもダイアルカナの最低限覚えると占えるポイントを分かりやすくお伝えしています。チャンネル登録していただくと見やすくなります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。では死神のカード。死神のカードを一言で表すと終了と始まり、その様子が絵柄から簡単に読み取れます。終了については2つのポイント、始まりについても2つのポイントに注目してください。まず終了についてですが、ポイント1、死神が登場することで文字通り死を表し、物事の終了と読むことができます。ポイント2、皇帝と教皇、倒れている人物が4番目のカード皇帝、死神に懇願しているこの人物が5番目のカード教皇、支配のカードである皇帝、慈愛のカードである教皇にも死はやってくる。そこからどんな人物、地位や名誉があるなし関係なく平等に死はやってくる、収容する出来事はやってくると読むことができます。次に始まりについてですが、ポイント1、旗の白いバラ、白いバラは生命の象徴を表しており、その旗を死神が持つことで死からの再生、つまり始まりを表しています。ポイント2、太陽の光。太陽は死と再生のシンボルであり、未来の希望を表します。この光はまさに未来の希望の光です。今お伝えした終了と始まりの絵柄の意味をこの2つのポイントに分けて読むと、正位置逆位置の読み方が分かりやすくなります。正位置での読み方は終了のポイントの方で読むととても分かりやすいです。物事の終了、停止、その終了や停止は後腐れのないスッキリとした終わり方というのが特徴です。そしてこの完全な終了が新しい夜明けや幕開けへとつながっていくと読むことができます。逆位置の読み方は始まりのポイントで読むととても分かりやすいです。物事の再生、新しい展開、今までとは真逆に変化し新しいステージが始まると読むことができます。物事が終了した後、次の新しい物事が実際に始まっていくという状況を表しています。では死神のカードの意味をまとめますので、よく聞いてくださいね。どんな物事や人にも終了や停止する状況はやってくる。なぜなら古いものがなくならないと新しいものはやってこないからだ。だから停止や終了を悲観的に受け取らず、新しいステージが始まるために必要なことだと区切りをつけましょう。読み解きはポイントアドバイス。対策の逆位置にこのカードが出たら、新しい価値観で考えてみようと読むと意味がわかりやすくなるぐわよ。現在の状況が深刻であればあるほど悲観的に考えて未来なんて考えられないよな。でもそんな時こそこのカードの意味をもう一度思い出してほしい。ぴょん。現在の状況を乗り越えた先にあなたの明るい未来が待っている。今あるものを捨てろ、やめろ、じゃんじゃん断捨離だ。悔いはなし。